グッドグッドグッドパイロンでございます。死ぬまで映画紹介チャンネルです。今回の作品はアニメ映画クレヨンしんちゃん電撃豚のひづめ大作戦でございます。以前レビューさせていただいたクレヨンしんちゃんのこちらの映画もじっくりと見ていただければ幸いです。なんといってもこの映画の見どころはこの SML という秘密組織、この軍人っぽいアーノルド・シュワルツネッカーを彷彿とするような筋肉っていうキャラクターなんですけど、この人に下剤を飲ませるんですね、ミサイが。それで野原慎之介、しんちゃんの場所を教えろっていうことで脅迫するんですよ、この二人が。クレヨンしんちゃんの映画には欠かせないオカマのキャラクターですね。右側が増岡宏さんですね。亡くなられたあの増尾さんの声優さんがやってるんですけども、この人たちもですね、魅力的なキャラクターなんですよ。で、左側が大袋博士といって、滝口純平さん、初代占いババを演じたりとか、デイタラボッチとかの懐かしい CM とかの声の方ですね。このベテラン声優さんが、なんといっても結構今の時代では過激な発言をたりとか、あとシャズナですね、イザムのあのバーチャルシステムとかをやってるシーンとかもすごいあの画期的な映像で笑わせてくれますので、どうしてもそのマスオさんっていう意識として見るのではなくて、もう別の声優さんに聞こえるような感じでした。で、藤原啓治さんですね、野原ひろしのことがあの本当大好物というか、あのキスしたいぐらい大好きなキャラクターで、あのひげの濃いキャラクターが大好きなっていう観点で見ていて、常にイチャイチャしてましたね。続いてが真ん中のこの SML の隊員もう一人いるんですけど、さっきの筋肉の元奥さんで強い女性、コードネームはお色気って言うんですけど、結構ボーインなあの方、お姉さんですね。声が三石琴乃さん、エヴァでいうミカサで、超有名なのがセーラームーンの月のうさぎですね。月に変わってお仕置きでおなじみの、めちゃめちゃあの武器があのあんまり使わないんですけど、フライパンを使ったりとかしてるんですね。で、物騒なあの銃とかは決して使わず、やっぱり子供がいるので正義っていうお子さんなんですけども、筋肉との間の子で、すごくあの坊ちゃんとか風間くんとかねねちゃん、正雄くん、しんちゃんに対して愛情を持って接していて、あの一旦あの海に落っこちた際にあの屋形船に入ってお寿司とかを食ってましたね。常にあの冷静でクールな女性を演じていたので、この人も三石琴乃さんではない感じがしました。で、左の筋肉の声優さん忘れてたんですけど、あのシュワちゃんでおなじみの源田鉄章さんですね。すごくキャラクターがマッチングしていて、頼りがいのある誠実で正義感のある役柄で、やはりアクション仮面を彷彿とさせるようなキャラクターの位置だったなと感じましたね。実はこの風間くんとか正雄くんとかがめちゃめちゃ蹴ってるのが、これが最大の宿敵って言われているんですけども、ご存知だと思うんですが、ブリブリ左衛門ですね。あのいつも新之助の通常回だとお絵描きをする正義の救いのヒーローっていう立ち位置なんですけど、今回はコンピューターウイルスっていう役柄をやっていて、本当にあの下ネタがすごいんですよ。普通に今の時代だとあれ出していいのかなっていうぐらい、お尻をあの生のお尻を出したりとか、本当に卑猥っていう感じの、もう本当に何とも言えない表現で申し訳ないんですけども、とにかく昔のこの1990年代後半の初期の頃のしんちゃんっていうのはすごいアダルトな感じを受けましたが、やはりあのその
変態な部分もあるんですが、やっぱりそこもあのギャグとしてセンスがあるなということで、まだ生前だった臼井嘉人さんもすごく監修をしていたので、すごく面白いっていう感じました。だ個人的にこの塩沢兼人さんっていうのは2000年にこのわずか2年後にもう亡くなって40後半で亡くなってしまったんですけど、もう本当に残念で、私の好きな声優さんの中の10人には絶対入りますね。僕が一番好きなのは、またいつか紹介したいんですけども、富山圭さんっていう超あの脇役もしてますし、いろんなキャラクターやってるので、それもぜひクレヨンしんちゃんのキャラクターですごく面白いキャラクターなので、ぜひ紹介したいと思います。とにかくクレヨンしんちゃんの声優さんは結構亡くなっている方多いので残念でなりません。これもあのあんまりネタバレすると嫌なので、最後まで見てくれた方はあのぜひですねコメントください。あのママブレイドとか、もう本当に豪華キャスト集結ですね。もう本当に正義の主人公キャラクターが多すぎて、あの目にも止まらない速さで終わってしまうので、ぜひとも1時間半の映画ですが楽しんでください。評価は4でございます。映画の主題歌のピュアネス、シャズナさんが歌うのも魅力ですね。もう薄っぺらいレビューで申し訳ございませんが、ぜひとも今後ともグッドパイロンよろしくお願いいたします。アニメ映画レビューでした。それではおまけです。今回はこのダシマロポン使いますね。また新たな加藤ブドウ糖がないやつ買ってきました。ではグッバイ。関節痛かな。いや、でもそんなしんどくはないんですけど、仕事上パソコンずっと使うんで、それで下向いたり上向いたり痛いんですよね。大丈夫なんで、はい、パイロン頑張ってます。今朝の8時15分ぐらい、もう少し寝て仕事行ってきます。大丈夫です。丸亀製麺の新商品、玉ねぎうどん大盛り690円、食べていきたいと思います。グッバイ。ホット靴下今日デビューっすね。あったかいのか試したいと思います。皆様お体に気をつけてください。久しぶりの職場行ってきますわ。抗原検査とか PCR、寒い中に行ってきます。グッドグッドグッドバイロンです。これは見えちゃうんで恥ずかしいんで入れていきたいと思います。こんな感じでした。グッバイ。ティアカップっていう店なんですよ。いい感じですわ。ちょっと寒いからニットかぶるね。グッバイ。こんな感じのマットニトリさん2500円。これでこの上にこの青いカップ
式部とも引いて。